はい、皆さん、マロでーす。というわけで本日はマロくんの勝手に横取りコーナー。さあ、持ってきました。じゃ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 ん、これ見てください。タコモミジ。そうです、これちょっと見えますか。三原銘菓、広島県三原市から。そうです、九太郎ジュニア君がいただいた分を今勝手に持ってきました。イエーイ。普通のもみじまんじゅうじゃありません。タコもみじ、一体どんな味がするんでしょうか。ねえ、まるくん、勝手にほら一つね、下げないでくれるね。はい、というわけでいただきまーす。さあ、もちろん見た目は見てください。この普通のもみじまんじゅうですね。タコもみじ、一体どんな感じになってるか、ちょっと中を確認してみましょうね。ちょっと待って、これはね、いいですか。普通の方が見た目がもみ、もう、いや、だから今が確認、いや、ちょっと待って、まだ、あれ、ちょっと、おい、中身をさ、タコが入ってるとかさ、確認したかったんだけど、やっぱりいつもの流れでこうなりました。あ、いやいや、これ、俺の手についたやつ取らないでくれる。ね。早いんだけど、早い、ちょっと。確認できなかったんだけどさ、マロくん。お、すごいな、丁寧に。落ちてるものも全部いただいております。というわけで、あっと、また頬袋がちょっとね、相変わらずいっぱいなんですけど、おいしい、マロね、おいしいですか。いや、そのほらね、聞いてますか、人の話をね。そこに落ちたのも拾わなくていいからね。どんな味でした、マロくんね、聞いてるんですけど。いや、拾わなくていいから、その辺のもさ。ちょっともう一個じゃあ行ってみますかね。中身確認できなかったからね。さあ、タコもみじ、実はこれ見てください。バターが中にね、バターがこれ入ってるんですね。バターチーズね。ちょっとだから早いって。だからまだこれバターチーズ見えますか。あと、もちろんタコもね、練り込んであるらしいんですけど。はい、これどうぞ、マロくん。ちょっと、あれ、もういらない、置いとくよ。ね。お、さすがに2個目、ちょっとお腹いっぱいになってきたから、まだ頬袋に入ってるしね。マロくんの初体験、もみじまんじゅうじゃありません。タコもみじ。ゆっくり味わって食べております。というわけで、九太郎ジュニア君がいただいたタコもみじ、勝手に横取りしました。マロでした。